ゃあ行こう、はい、それはあれだ、スパイディだ、スパイディ、うん、知ってるね、マーベル、マーベル、もうなんか、うん、ラストイヤーなんだっけ。あ、そうなんだ。嘘、もうすぐなんか終わるっていう、パート2になるのかもしれない。何になるんでしょうね。歩きづらいな。俺らもカップルみたいに腕組みます。いや早い。おー、いや、ちょっと聞く体勢もない。うん、いや、あっちかな。あー、いいですね、この遊園地って感じ。こっちだよ。なんかいいね、見てるだけで面白いね。本当にね、属性を忘れられますな。何やってんだろう、なんか盛り上がりしてる。なんかや盛り上がってるね。あ、ショーやってんのか。なんかやってるね。すごい訴えてるね。何が強く訴えてる。なんだろう。さあ、こっちですね。はい。おお。みんな楽しそうに写真撮ってますね。みんないい顔してるね。なんかへへへ言ってんな。ねえ、ゲラゲラ。その人だった。へへへへ。さあ、到着ですね。あ、着いた。到着。おもろそう。ジュラシックパークエリアはまた趣があるな。そうだね。うん、ここのエリアも人気なんだろうね。人多いよね。いや、ここもね、俺が初めて来た時からあったと思うんで、うん、結構年季は入ってる。年季は入っててもやっぱりこれだけ人が多いんだよね。やっぱり普及の名作ですからね、ジュラシックパーク。今はね、あります、うん、今あのジュラシックパークザライ、うん、普通の、 あの渓流みたいで、うん、あれは今やってない。そうなんだ。あ、おやおや、ピーストレストラン。おお。麦わらの一味が3時がいる。え、3時いるの。こう3時が作ってんの。そうそうそう。3時と会いたい。3時いっぱいいますよ。いっぱいいるの。3時いっぱいいるの。いっぱいいます。ちょっと東京卍會のやつ。違うやつや。ワンピースのレストランに東京卍會のやつ入ってる。アメシャだ。いや、アメシャじゃない。アメシャっぽく見えたけど、ジュラシックのやつだ。多分アメシャじゃない、ね、アメシャだよ。フォードじゃない。本当フォードだと。エンブレムありますよ、うん、フォード、うん、新しめのフォードだ。はい。ずっと逆さまやん。いやあ、でもあれか、ほいほいって言ってる。掴まれて運ばれてる設定だから、ずっと逆さまなのか。そうが飛んでる感じ。どっかないっすね。最後原作だと確かリュックをこう掴まってる、リュックをほどいて降りてくる。降りてんだね。でじゃあカジャ君も、はい、俺これをほどいて死ねというの。いや、でも俺このアトラクションね、本当にね、あ、死ぬかも。ああ、死を覚悟するんだ。楽しみだな。カシャ君は全く怖くないの。いや、その怖いっていう気持ちが楽しいの。スリル、その死ぬかもしれないっていうのが楽しくてしょうがない。ああ、じゃあやっぱりその気持ち自体は起きるんだね、うん、ああ、ありますあります。